はいどうも、ナインです。今回のテーマ、後半戦はどうなる？固定できないレフトについて。はい、前半戦を終えたカープ、ここまでレフトの固定に苦しんでおり、多くの選手が起用されております。今回の動画では後半戦のレフト候補はどんな選手がいるのか、それぞれの長所や短所、また来季以降はどうなっていきそうかなど、様々な視点から考察していきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編スタート。今回話の中心人物は4人います。まず1人目、末金翔太選手。末金選手は1996年5月27日生まれの今季28歳、香川県坂出市出身、身長188センチ、体重112キロ、右投げ右打ちのポジションは外野手、今季の年俸は2500万円。では早速今季の成績から見ていきましょう。それがこちら、34試合に出場し、123打数35安打、6本塁打17打点、打率2割8分5厘、OPS1.810。 はい、十分すぎる活躍です。ここまで6本塁打を放っており、これは菊池選手に並ぶチームトップ。外国人選手が機能せず、右の大砲が不足するカープにおいてかなり貴重な存在です。打率も高いことを考えると、レフトで固定されるべきではという考えもあるでしょう。しかし固定が難しい理由があります。それは故障の多さです。末金選手は今季1月29日に半月板を損傷、実戦復帰に約2ヶ月をかけてゆっくり調整しておりました。5月に1軍昇格後、主に5番レフトとして起用され、安定した成績を残しておりましたが、6月22日の対中日戦にてレフト守備の最中に左太もも裏の肉離れにより再び長期離脱となりました。現在はまだ実戦復帰の目処が立っておりませんが、おそらく8月中旬や8月下旬頃ではないでしょうか。バッティングを考えるとレフトは末金選手一択ですが、後半戦が始まってすぐに起用することは難しいこと、また末金選手は今季2回目の故障となったことから、試合終盤にダイソー守備固めを積極的に起用することや、週に1試合以上はスタメンから外すなど、怪我のリスクを考えた起用法にしていく必要があります。怪我のリスクを考えると固定とはならないものの、バッティングを考えればレフトの筆頭候補でしょう。怪我からの復帰の目処が立っていないので、今後の情報にも注目していきましょう。2人目、宇草昂輝選手。宇草選手は1997年4月17日生まれの今季27歳、東京都墨田区出身、身長185センチ、体重84キロ、右投げ左打ちのポジションは外野手、今季の年俸は900万円。では早速今季の成績から見ていきましょう。それがこちら、41試合に出場し、66打数16安打、3本塁打8打点、打率2割4分2厘、 OPS1.715。 はい、まずまずの成績です。守備に関しては 93.2 回を守って TZR-0.2、 レンジランズ 0.7、 アーム 0.3。 はい、守備に関しては可もなく不可もなくといったところです。宇草選手は送球面をかなり問題視されがちですが、今季は送球面で大きなマイナスとはなっておりません。宇草選手の強みはやはりパンチ力でしょう。今季は75打席で3本塁打、年間で固定できれば15本塁打以上を計算できます。またダイソー要員としても起用できるほど走力が高く、パンチ力と走力を兼ね備えた貴重なバッターになります。攻撃面の能力の高さと送球面の課題克服から、末金選手の故障中のレフトのレギュラー筆頭候補ではないでしょうか。弱みを挙げるのであれば年齢ではないでしょうか。宇草選手は今季27歳、正直もう若手とは言えない年齢になってきております。過去に大きな実績があるというわけではないので、不調な面を見せるとすぐに変えられてしまう可能性があります。調子を維持できればチームとしてはかなり助かります。後半戦でも活躍できることに期待です。3人目、中村貴寛選手。中村貴寛選手は2000年4月9日生まれの今季24歳、福岡県筑後市出身、身長177センチ、体重87キロ、右投げ左打ちのポジションは外野手、今季の年俸は700万円。では早速今季の成績から見ていきましょう。それがこちら、3試合に出場し、9打数3安打、0本塁打0打点、打率3割3分3厘、OPS1.667。 はい、まずまずの成績です。まだ打席数は少ないですが、いいところを見せております。
守備に関しては16回を守って TZR-1.1、 レンジランズ -0.9、 アーム -0.2、 はい、ややマイナスとなっております。守備に関してはまだまだ課題がありますが、彼はまだ24歳、外野手になったのは大学時代からであり、これから外野守備が向上していきそうなので、彼の守備力はあまり問題する必要はないと思います。打撃に関しては未知数で計算しにくさがありますが、逆に伸びしろがあり、予想外の活躍をする可能性があるとも言えます。計算しやすい宇草選手か、未知数だが伸びしろがある中村隆弘選手か、後半戦同じ左打者としてはこういったレギュラー争いになってきそうです。今後どういったバッティングを見せるのか、伸びしろに期待しましょう。4人目、中村翔成選手。中村翔成選手は1999年6月6日生まれの今季25歳、広島県廿日市市出身。身長181センチ、体重84キロ、右投げ右打ちのポジションは外野手捕手。今季の年俸は750万円。では早速今季の成績から見ていきましょう。それがこちら。8試合に出場し、12打数1安打、0本塁打0打点、打率0割8分3厘、OPS10.167。 はい、かなり厳しい成績です。守備に関しては21回を守って TZR-0.3、 レンジランズ -0.3、 アーム 0.0、 はい、ややマイナスとなっております。ここまで攻守であまりいいところがない中村翔成選手ですが、私としてはもう少し起用数を増やしても良いのではと感じます。現在のカープレフトで起用する選手は、右打者なら上本選手、左打者なら大森選手、もしくは中村隆弘選手となっておりますが、上松選手は今季34歳、もう伸びしろはあまりない選手であり、今季104打席で打率2割1分7厘とかなり厳しい成績となっております。さらに現在のカープは末金選手の離脱によって長打力不足となっている状態であり、5番打者として起用できるような選手がいない状態です。ここに中村翔成選手を起用することによって打線の厚みが増すのではというプランです。まだ中村翔成選手の打率は上がってきておりませんが、末金選手が復帰するまでの期間、不調で34歳の上本選手を起用し続けるよりはまだ良いという考えや、最後のチャンスを与えてほしいという考えです。彼に近いタイプの選手として中村健人選手がいますが、彼は左投手の直球にかなり強いこと、外野守備がかなりうまいこと、ファーストも守れること、これらの特徴から終盤対左用の代打そのまま守備につき、末金選手や秋山選手を休養させるといった起用法が最も適任だと思います。なかなか出番がもらえない中村翔成選手、今後チャンスがもらえるかに注目していきましょう。はい、ここまでの動画の内容をまとめると、後半戦レフトで起用されそうな選手は、筆頭候補早期復帰が望まれる末金選手、パンチ力と走力を兼ね備える宇草選手、伸びしろがある好打者中村隆弘選手、貴重な右打者だがチャンスをもらえない中村翔成選手、この4選手です。また来季秋山選手は37歳であり、いつまでもセンターを守れるわけではありません。センターを安定的に守れる中村健人選手や大森選手が好調であれば、秋山選手が両翼にコンバートされる可能性もあります。来季以降も外野のレギュラー争いから目が離せません。今後どうなっていくかに注目していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画で後半戦レフトで起用されそうな選手が分かったという方、今回挙げた4選手後半戦も期待しているぞと思った方は高評価よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。